それではね、こちら岡山県産の、ストレッチタイプのね、スルビッチデニムのね、紹介になります。で、まずこの生地の厚みが、11オンスから12オンスの、程よいこうしっかり感のある厚みになっております。で、まずね、特徴的なのが、私ね、実はね、初めて見たんですけども、セルビッチって大体コットン100%が多いんですけども、これね、こうストレッチが効いてる綿とポリウレタンのこうストレッチ素材の、セルビッチデニムになります。で、この生地のね、こうセルビッチの特徴は赤耳ですね。はい。これはね、もう好きな方ね、すごくね、いるんじゃないかなと思います。で、このセルビッチデニムってね、やっぱりこう日本でもね、こう限られたね、こう食器ですね、機械でしかね、こう生産できないということで、もうやっぱりこう日本ならではのこう大事に大事にこう作り上げられたね、こうデニムになってます。やっぱりこういうね、生地自体もね、こう楽しめると思いますので、ぜひね、参考にしてみてください。程よいね、こう厚みがあるので、エプロンとかね、ボトムスとか、あとジャンパースカートとか、そうですね、厚みがあるのでアウターなんかにもね、こういいんじゃないかなと思います。この手のタイプはね、もう皆さん結構使い慣れてる方もいると思いますので、ぜひね、参考にしてみてください。色合いもね、非常にこうトータルでこう使いやすいベーシックなね、こうセルビッチデニムの紹介でした。作品のご紹介をいたします。ボトムスをね、作ってみたんですけれども、こちらね、パンプス風スカートになっております。パッと見ね、スカートみたいに見えるんですけれども、実は、裾のね、中央のところが縫われているんですね。なので、足を出すのは両サイドになります。こちらとこちら側、両サイドから足が出るようになっております。サルエル風のスカートになっております。で、パッと見スカートに見えるので、こうサルエル履いてみたいけどちょっと躊躇しちゃうわという方なんかにもおすすめのデザインになっております。で、そしてこちらはですね、シルエットもバルーン調になっているんですね。少しね、こう脇に膨らみのあるバルーンシルエットになっているので、可愛らしいタイプになっておりますね。でね、ウエストもゴム仕立てなので、作りやすいし履きやすいタイプになっております。ね、今回のこのデニムは生地幅が75センチなんですね。割とちょっと狭めなので、こうしてね、中心に縫い合わせてね、端を入れて作っております。でね、そして今回は作る前に生地の状態で一度洗いをね、かけているんですね。なので、ナチュラルな雰囲気も楽しめるし、デニムならではのこう色落ちとかもね、楽しんで作れるんじゃないかなと思います。で、こうしてボトムスにもおすすめなんですが、ジャケットとかコートとか、本当のシンプルなね、パンツとかも履きやすく作りやすいんじゃないかと思います。ぜひね、いろいろなアイテムで楽しみながら作っていただけたらと思います。